シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。 B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、皆さん巷ではお休み入ってますかですかね。はい、お疲れ様です。今日のこちら方面曇りでございます。雨は降ってないですけど、なんか降りそうな、なんか嫌な感じなんですけど、とりあえず今は降っておりません。やっぱ曇ると肌寒いですね。寒いなっていうほどはないんですけど、やっぱちょっと昨日よりもちょっと気温が下がってるのかなって感じですね。はい、お疲れ様です。昨日はライブ結構ポツポツ立ち上がってたような感じがしたんですけど、はい、でもちょっとね、この前からちょっと体調があんまりよろしくないということで、なんかもうちょっと早くもうちょっとここに着くような感じであります。昨日吉野さん、ライブを9時ちょっと過ぎぐらいからですかね、やってました。まあ歌から始まりのちょっとこうね、雑談をしので歌で締めると、まだまだね、ちょっとお酒が入ってきて目がもうドローンとしてきて、俺に歌わせろやーということで、みんなコメントで、リクエストっていうか、もうほぼ私がバーっとね、うざいぐらい、やっぱりここでもうざいぐらいで、だから結構見てる人何個打つっていう感じで、絶対思ってる人は絶対かなりおると思います。はい、すいません、吉野さん大好きなんでごめんなさいっていう感じなんですけど、まあそれも吉野さんの返答を見ながらコメントをするっていう感じでやってるんですけどね、なんかもうやがまじゅうわとか言って、もうちょっと顔色が変わったですね。ちょっともうさすがに小心者なんでですね、もうちょっとコメント控えるっていう感じでやっております。今朝もですね、吉野さんの歌、ブルーハーツでしたかね。はい、今日も仕事なんですね、土曜日なんですね。はい、まあ何でも11月いっぱいでちょっとね、仕事の右腕の方がなんかちょっと辞めてしまうということで、この前はエンゲアローズのですね、ロスで、今度は右腕の、職場の右腕の方がロスというところで、吉野さんもちょっとダメージを受けてるような感じで、はーい、でみたいですね。今週末なんか、マルシェって言ったんですかね。もうすいませんね、ちょっと地名はちょっと覚えてないんですけど、まあ、岡山県の方で、イベント参加するぜということで、発注、植物を持ってくるかな。はい、なんかちょっと、参加するぞーとかって言われてあったですね。はい、まあ、今回の綺麗なフラグは作られてあったんでですね、宣伝はしておりません。まあ依頼も来ておりませんので。まあライブ販売するぞーとか言っていうであればですね、ちょっと書かせてもらおうかなって感じなんですけど、ああいうきちっとしてるところにですね、私みたいなロークオリティの絵が混ざるとちょっとまずかろうということもありますんで、控えさせてもらっております。和歌山の兄貴、やっと動き出した感じがするですけど、どうなんでしょうね。堀田ハウスっていうのがありまして、もうとにかく堀田が大好き大好きということで、まあ、自分でキチガイハウスとかってね、なんかこう、名前つけてましたけど、まあ、お下品な名前でございます。ねえ、もうね、もうちょっとまともな名前ないとかねとかと思いながらですね、あっという間にもう、第1号棟がもう、満帆ということで、第2号と増設、パチ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 ということで、昨日とかね、はい、なんか完成みたいな感じでお披露目してましたですけど、もう、うるっそううるっそう、もう子供のようになんかこう、気持ちを伝えてきますね、なんか、ウキウキしてるような感じがもうその動画から感じ取れました。はい、よかったですね、嬉しかったですね、はい、これで冬もバッチリじゃないですかっていう話で、はい。で、とりあえず、まあ、まだ公表されてないと思うんですけど、ちらっと、このホリダハウスに、ステッカーみたいな、こう、貼ったらいいじゃないですか、っていうので、また書いておりますが、まあ、作ってくれるかな。はい。まあ、そこも期待しつつ、はい、やっております。さて、あとですね、ここ何日かですよね。あ、そうそう、ボンマックスをめでる会ということで、
あのモスクワさんです。もうちょっと読み方ちょっと聞いとこう今度。カニナマ2番ですかね、のモスクワさんでいいんですかね。はい、ちょっと今度ちゃんと聞いておきますね。だってあれもう MOSSKVU さんとか言ったらね、あれじゃあ、モスクワさんって、もうなんかね、大谷さんみたいですね。はい、まあどうでもいいんですけど、まあその方はまあ、その方がトップじゃないんですけどね、はい、トップはあの怪獣コーヒーさんとか言って、なかなかなんかいかつい感じの名前の方が、始めたみたいなんですけど、はい、でそれで、ちょっとまあ絵を描いてくれというか、まあ、ステッカーをですね、のデザインをしてくれんかということで、まあ自分のロークオリティで良ければということで書かせてもらい、ね、で、まあ、気に入っていただき、じゃあバキバキさんももう入会やなとか言って言われたんですけど、すいませんと、私ボンバックス持ってませんがと言ったら、いやいやいや、いいのいいのとかって、いやいや良くないでしょとか思いながらですね、はい、私も会員になったというですね、はい、で私がまた冗談半分でですね、会員証みたいなのをこうポストしたわけですよ。まあ晴れて、ね、会員にならせていただきましたみたいな感じだったもんだから、はぁー、ね、食いつく食いつくっていう感じで、はぁー、私も俺もっていう感じになりましてですね、はぁー、だからこれ非公式ですんで、って非公式コストコカードですよっていう風にして今、ばらまいております。もうひな形は出すから自分で作ってるっていう感じではあれですけどね。あれあれという間にですよ、もう30何名になってましたですね、早いですね、なんかね、ということで、やっぱそういうのは、なかなかこう、把握するのもなかなか大変でしょうけどですね、まあその関係者の方も頑張っていただければなとかって思いますが、はい、私はまずボンバックスをどこかから買わないとっていう風な感じですけど、なかなかですね、ボンバックスいいお値段しますんで、なかなかね、ちょっと手に入るのは難しいんじゃないかなとかって思っております。はい、じゃあこの続きは YouTube です。パキポキさんのぼやき、あっとかきですということでですね、もうボンバックスをめでる会ということでですね、もうそれの業務といったらなんか仕事っぽいね、で追われてた感じがしましたですね、昨日は。はい、なんかね、嬉しい反面、大変だみたいなね感じですけどですね、はい、私は私でまたコーナーをどんどんこう変えていけるもんなんでですね、そっちの方もあるんで、時間が結構限られた中で今やっておりますんで、はー、まあね、結構もうゆっくりでいいですからとか言っていただけるんですけど、私ゆっくりしていいですからって言ったら、もう1ヶ月も2ヶ月もゆっくりしますんでですね、もうダメなんですよ。はー、だからちゃちゃもやらんと、もう自分絶対ダメな性格なんでですね、だから前もですね、ちょっとなんかこう作ってとか言われたんですけども、平気で3ヶ月4ヶ月待たせてる感じだったんで、もうちょっとこれいかんと思って、もうごめんなさい一旦キャンセルしましょうやとか言って、はい、今できることをすぐやりますみたいな感じでですね、あ、いやね、なかなかそのもう忘れてしまうところもあるんですよ。もうあれもこれもやってるとですね、まあ言い訳なんですけど、あ、そんな私ちょっとできる人間じゃないので、はい、ただの凡人だからですね、はい、まあ、そんな感じでやっておりますということですね、はい、まあ、ちょっと晴れ間が見えてきたかな、まあ、どうなんでしょうね、まあ、さすがに土曜日なんで車も少なく、はい、走っておりますが、でもちょっとこう気温がこう変わってくるとちょっと体調崩しやすくなるから、それもあるんかな、なんかきついっすね、なんかね結構寝てるんですけどね、だからもう若い時と違って寝ときゃ回復するじゃないですもんね。寝とったら今度節々が痛くなるというね、もう意味わけわからん状態になっておりますんで、あ、まあそれが加齢かなとかって思っております。はい、まあそれでまあボンバックスをめでる会の方はまあそれでちょっと落ち着くのかなとか思いつつ、
はい、もう私と関係する方もですね、入りたいけど入れるかなとかって言われる方も、いやいや、言いなしで入ったらいいじゃないですかって言って、モスクワさんに回して、はいはいっていう感じで、あれあれよとか増えておりますが、さあ、そのトップの怪獣さんがですね、モスクワさん、これボンバックスなんだから、ボンバックスの誘拐なんだから、ボンバックス持ってる人に勧めないととか言ってね、燃やされるかもしれんですね。はい、知らんけど。で、その裏ではなんか、ゆうぱぱさんとか、マーローンさんとか、TK さんとか、ねえ、ボスさんとかがなんか発足してる、秘密結社、タートルズという、なんか、よくわからないのも、なんかこう、ね、コメントでやり取りしてまして、なんかいかつい、ねえ、なんか、マークを考えてもらうぜ、とかいうような感じで、私には依頼来てないんですけど、もう見てしもうたからですね、昨日作って、やったんですけど。あれはパクリです。はい。もう元々はパクッとですね、なんかみんなかっこいいですねって、そうですね、元々はかっこいいからでしょうね。私はちょこちょことこう加工させてもらっただけなんでですね。はい。かっこいいのはもともとあるフリーメイソンの秘密結社、フリーメイソンのマークをもじったというか、はい、修正して。まあなかなか自分の中でも亀の、ね、亀の亀柄にハートのね、葉っぱが特徴なんで、ハート柄を入れて、ね、で、ディスコーナーとか言って、気候流って英語で書いて、で、シークレットソサイエティ、タートルズとかっていうような感じで、はい、ったら、まあ、一発で OK だったんでよかったですけどね。まあね、なかなか何ですか、やっぱこう、その、人それぞれですか、好みがですね、だからその、申請ってなってくると、なかなかですね、その、時間がかかるっていうのはもう経験済みなんですね。だからもう、極力一発 OK に持っていくように、ちょっと仕上げてはいってるんですけどね、人に渡すときは。はーだから別にね、お金を取るとかそういうこともしませんからですね。はい。まあ、ただ、自分が気分乗らんってやらないんで、誰でも彼でもやってくれるんやと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はぁ、すいません。私 B 型なんで、しません。まあ、何回も言いますけど、気に食わん人はもうフォロー解除してもらって、結構やばいという感じでやってます。待っても、きついなんかもう嫌々ながらやったらね、仕事もそうやし、遊びもそうやし、なんか面白ないからですね。はい。自分がこの人のためにしてやろうかなとかって思わん限りは、やりたくないやないですけどねえ、そう思うし。だからね、お金も取ろうとは思わないしですね。で、いや、いいですよとか言って。はい。まあよくね、いくらですかとかって言われる方いるんですけど、いや、いくらですかっていうよりも、私グッズ売ってるんで、そっち買ってくださいって話なんですけどね。はい。なんかまあ、なんかもうすごいネギブキブキさん優しいね、いいですね、とか言って言うんですけど、私超極悪人やけんですね。はい。皆さん勘違いしないでくださいね。はい。相当感じ悪い人間なんで、はい。ただただそれにハマってこうやってやってるだけなんでですね。はい。なんか皆さんなんか褒めていただく方もいらっしゃいますけど、どうぞ目を覚めてください。目を覚ましてくださいね。話をやりましょうやっていう感じなんですよ。はい。なんか深刻になってからもじもじですね。まあ、もう、ほんだったら SNS 戦がええわって思いますもん。ねえ。前も言いましたけど、ここは非現実的な場所なんですよ。二次元かって言ってね、また言われますけどですね。はい。まあ、そんな感じで、楽しくやっていきましょうっていう感じで思っております。さて、今日土曜日なんかあったのかな？はい、またなんか今日は多分サブシマさんなんかえらいなんか上がる、めちゃめちゃ大放出して売れて、なんかニヤ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 して、なんか昨日もなんか言ったしね、なんかカウントするの何てけぶり、え ?17 ぶりぶりとかなんかね、もうすっごいなんか、可愛いやろみたいな感じでやれたしね、もうほんと気持ち悪い。冗談です。楽しみやったみたいですね。はい。ということで、明日は日曜日。まだ休みが続きますね。いいですね。ちょっとまあ、ちょっと曇りなんですけど、まあ、雨は降らないから、植物、めでるもよし、メダカをめでるもよし。はい。楽しんでください。じゃあ、今日は以上です。てっけにじー。